はい、どうも、ちです。はい、どうも、アンソニーです。やっていきましょう。やっと、レベル6に、はい、来ましたね。なりましたので、はい。早速今日はじゃあ、そうですね、今日のね、はい、攻略をやっていきますか。バツボタン押しますよ。これで、多分職業が選べるようになってるから、職業を選んでいきましょう。職業いきますよ。はい、魔法省 ID、はい、来ましたが、はい、来た。職業どうする？闇払い、魔法動物学者、教授って。なってるけど、はいはい、それがいい。なんかそれぞれその攻撃と回復とあとバフかける役みたいな、うん、そうだね、そういう役割が支援、うんうん、チームメイトの支援と敵の弱体か闇の力に対して最も相性がいい闇払い、はいはい、どうする、まあ、闇払うでしょう。闇払いますか。ああ、はい、じゃあ闇払いになりましたが、はい、そういうのレッスンみたいなのあるんで、うんうん、そしてなんかこういうのアップグレードしていくんですね、能力をちょっとずつ。なるほどね。で、ツリースキルツリーみたいになっててどん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 分岐していくと。これめっちゃやること多くね。多い。これね、ポケモン GO と似てるとか言ってたけど、うん、本当にやること多い。そうだね。ここもアップグレードして、はいはいはい、で、ここも技能パワーを低下する新呪文ですかを覚えますよと。へぇ、めちゃくちゃ、やばいやばいやばい、えぐいえぐい。なるほど、ね、コウモリ鼻くその呪い、敵一体の攻めの少し減少させる、どんどん覚えていける呪文を。あ、これはもう無理だ、まあ、とりあえずできることをやりましたね。でそしたら、せっかく職業ついたんで、はい、鳥で攻略しましょうか。しちゃう、はい、行きましょう。はい、じゃあ鳥でいきますね。推奨レベル1、廃墟の部屋、行きます。ルーン石を使用してこの魔法使いチャレンジに参加。はい、どれ使う？これがレイドパスみたいなやつよね。え、なんか数字があるんだけど、どれがいいんだろう。闇の魔術のルーン石レベル1、ホグワーツ校のルーン石とかいっぱいあるけどどれ使う？闇の魔術でいい。闇の魔術のじゃあルーン石レベル1から使ってみます。OK、はい、思いました。はい、魔法使いチャレンジ2体の敵を倒そう、タイマーが0になる前に敵を全て倒そう、チャレンジクリアですと。ふんふんふん、敵をタップして戦闘を始めましょう。じゃあこいつですね。さあ勝てるのか、果たして。開始。やった。 AR 地面で魔法の痕跡を探そう。はい、AR ってことは今俺映ったよ。皆さんこんな感じです。はい、お、見つけた。皆さんどこにいるの？杖をターゲットのアイコンに合わせてメーターが不利になったら奇跡のあたって呪文を唱えてください。いい呪文が当たるとスタミナを減らすことができます。スタミナをなくして敵を倒しましょうと。敵はあなたのスタミナを減らそうと攻撃していきます。なるほどね。自分の身を守る。はい、守って、プロテコ守って、守った。さあ次はここですね。はい、さあ来たよ。いいよ、いい感じ。プロテコいいよ。結構忙しいね。おいおい、いや忙しい、マジですごいよ。はい、よ、もう勝てる勝てる、もう勝てるぞ。マジ？はい、プロテコ単性ですね、基本的に攻撃通。はははは、はい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 、そうそう、いいね。え、やった。はいはいはい、倒しまして、あれもう1体か、2体倒さなきゃいけない。なるほどね。あと1体います。別も絞りましょう。さあ行きましょうか。そうですね、制限時間あります。さあまた杖合わせていく。はい、次は魔法使います、違いますね。うん、はい、でプロテコしていく、しっかり。はいはい、え、プロテコしたけど結構減らされたんだ。はい、あ、もうワンパン、次でワンパンします。マジ？はい、プロテコで守って。強くなりすぎたな俺ら。強くなりすぎたわ。ダンブルドーって呼んで。はい、倒しました。はい、2体除去完了と。さすがやね。ということでこのスリザリンにいそうな感じね、これね。うん、わかる、伝わってる、このスリザリン感。とりあえず倒しまして、はい、ホグワーツの歴史っていうアイテムを4冊もらいました。で、経験値も250と。で、どんどんなんか2とかあるよ。はい、もう一回なんか遊べるドンなみたいなんで。なるほどね。ルーン石ある間は結構遊べんのかな。なんかそんな感じかな。ホグワーツ今度じゃあ5、はい、ちょっといってみるわ。はい、さすがにダンブルドなんで俺難易度101ということで。この数字を見た時点で結構積んでる感あるんですけど。え、さっき1だったんでしょ。いや、難易度さっき見てない。え、さっき使ったルーン石1だったんでしょ。5を使うと。はい、始めました。はい、さあもうもろに相手闇の魔術師って感じなんだけど、ちょっとじゃあ挑みます。頼むよダンブルド、任せろ。さあ来たよ。マジ強そう、マジ強そう。大丈夫かこれ。ダンブルドア先生、あ、でも結構削れた。プロテコ、プロテコしていくよ、しっかり。いいよ。あーでも、あーでも。え、なにこれ、もうめちゃむずい。これが、マジ謎理が。はい、プロテコ、プロテコ簡単、プロテコ簡単、これかこれ、どっちか。攻撃がね、ちょっとたまに複雑。さあ、あ、勝てるわ、勝てる、勝てる。マジ？あ、でも2体倒さなきゃいけないんだから。はい、プロテコしていく。はい、
けるかなこれ2体。多分いけると思う。はい、あれ倒せた。お、そうなんですか。まあこの違いはないのかな、好調だから、ね、あでもレベル12、次さっき5と4だったけど9と12っすよ、次。あーなるほどね。なんだこれ、さっき覚えた闇魔法だ。コウモリ鼻くその呪い、敵一体の攻めの少し減少させる、使っていきますよ。使いました。さっきあの闇払いになった時に覚えた呪文を今12レベルの敵に試合開始前にかけれるみたいな、あそういう感じなんだ。はい、じゃあ挑みますね。はい、はい、12レベルの雲です。さあ行きましょう。むずい。はいはい、あ強そう。これさすがに負けそうっすわ。あそれさっきから呪文下手だったからな。いやもう今回そのグレーとかないんだよ。あそういうこと。うん、もうなぞればいいだけ。なぞりうまいとかないの。ただエグい。うん、知らない。グレートとかは出ない。薬使っていい、これドーピングしていい。いいよ。スタミナ制で 35% 回復。どうしようか。強化される、ドーピングします、自分の呪文の強さを。噴気薬、そうっす。はい、これでマッチポイント削っていくが、アイテム使う間向こうから攻撃とかはないんだ。ないないない。本当だからターン制。ターンで止まる。うん、ね、攻撃防御の繰り返しなんで。はいはいはい。はい。多分もう勝てる。あと8相手です。黒手越して。はい、オッケーオッケーオッケー。勝てるぞ。一人で勝てる、これもしかして。一人でクリアしちゃいました、軽減員。はい、どうぞ。オッケー。10席5、無事クリアと。10レベルと12レベルだったんですけど、で魔法師がまた4冊もらいました。はい。でレベルボルーンボーナスとか言って、やっぱ多分レベルに応じてもらえるなんかボーナスとかも変わってくるんですね。うんうん、ということで、分析1と5クリアしまして、はいはいはい、まあ、こうやってどんどんね、進んでいくみたいなんで、部屋も。分析がある間は遊べるっぽい。はいはいはい、で負けそうになっても薬とか使えば、なんだかんだ勝てるんで。だからレイドみたいな感じで、みんな集まって、一定のその決まった時間でとかってわけではないのかな。いや、あるんだ。あ、そう、それはない。はいはいはい。もうプレイヤーもたくさん待ってたけど、うんうん、もう一人でいなかったですけど、全然勝てるし。なるほどね。レベルあると思うけどね、もちろん、はいはい、強い敵もある、いると思うし。だからもっと強い敵とかになってきたらマルチでみんなで戦ったりとか、一人じゃ勝てない、薬でもどうにもならないということはあるかもしれない。はいはい、まあ、でもダンブルドアの方はね、みんな一人でどうにかなります。そうね、僕なったんで。はい、まあ、ということで、はい、とりあえず砦レベル6になって職業と砦の解説ですね、はい、はこんな感じと。なるほど。いうことで、ぜひね、皆さんも砦挑んでみてくださいと。はい、はい、ということで、まあ、レベル6になって、はい、とりあえず砦と職業やりましたが、まあ、職業はね、これ実は闇払い選びましたけど、うん、切り替えれるんですよ。ほうほうほう。魔法生物学者も魔法動物学者も教授も。なるほどね。なんで、まあ、砦行って、まあ、周りの人とか、うん、友達に合わせて職業を切り替えたりして、はいはい、まあ、ボスを倒しく、その敵を倒しやすくする、ロールをきちんとね、そう役割をね、ちゃんとみんなで分けてやるのが理想なのかなと。あとなんかその、多分あれだよね、砦のそのモンスターに、うん、あの有効な職業もあれば苦手な職業って確かあったみたいなんで、そうですね、そこに合わせていろいろとまず切り替えていって、うん、だから全部のその3つの職業全部均等にやっぱ強くしていかないと、うん、そうだねって感じだよね。あとあと困ると、うんうんうん、闇払いだけ上げててもいつか違う職業が使わなきゃいけない状況が来ると、ね、いうことですね、はいはいはい、結構あれだね、ポケゴーに比べて、うん、まあ、普通にまあそのバトルのやることも多いし、うん、普通にバトル以外にもそのレベル上げとか、うん、そういうアイテムがどうこうとか栽培とか、うん、そうやることめっちゃ多いよね。マジで多い、うん、複雑だし、正直今動画撮ってますけど、はいはい、結構まだ理解できないこともあるんで、なるほどね、まあ、とりあえずということで、はい、6レベルになってできることっていうあれですね。うんうん、まあ、なんでまあテロップとかでもいろいろ解説途中で入ってると思いますけど、はいはい、まあ、その辺は記事とかね、そうですね、しっかりと読んで、はい、概要欄の方に攻略記事あるので、はい、よりね詳しく知りたい方はそちらもお願いします。ぜひ参考にしてみてください、はい、ぜひチャンネル登録と高評価もよろしくお願いしますということで、します。それではね、また次回の動画でお会いしましょう。